今日う未明、山陽自動車道のトンネル内で大型トラックが炎上し、後続の車9台が追突する事故がありました。この事故の影響で山陽自動車道の一部区間で現在も通行止めが続いています。今日午前1時ごろ、阿光市と愛宵市にまたがる山陽自動車道天子山トンネルの西行き車線で走行中の10トントラックが炎上しました。 警察によりますと運転手の40代の男性はトラックを停車し避難したため無事でしたが後続のトラック8台と乗用車1台が追突し火は追突した複数の車にも燃え移ったということですこの火災と事故で煙を吸った4人を含む8人が病院に搬送されましたがいずれも命に別状はないということですトラックの運転手は、 バーンという音がした後に火が上がったと話しているということで、警察と消防が出火の原因を調べています。また、事故の影響で山陽自動車道西行きの辰野西から阿光インターチェンジまで、東行きの阿光から張馬ジャンクションまでが現在も通行止めとなっています。